おお。拓也から一方的に伊豆さんはキル1台と思ってます。はい。あれこれ拓也さんってマットじゃないの？自投票します。伊豆さんは絶対できないっていうのは僕視点書いておきます。結果論めちゃくちゃ良くなった。はい、よろしくお願いいたしますと、今回はポスター 1、2、 ウィナイボー、おお。ねネロちゃんのスキン普通にフルフリーなんだけど、ブレイクタイムが顔にかかんかって、確かに湧いた時ね、湧いた時、じゃあ湧くたび湧くたびに邪魔だってでっかい声出せばいいにゃ。うん、そっち行くのね。電気室えぐいな。まあ無理やなこれは。はい。いった、すんごい入る。2票で、たかが2票でそんな。エンジンは軽くすぎ。おお、ナイス、うん、ナイスボタン。シェリフで25秒以内。どっちも？あ、55秒しか経ってない。あ、そういうことね。うん、結構前だけど貨物でガミさん見たよ。あ、そう、合ってると思う。最初ってガミさんが貨物に行ってます。トイレタスクやってガミ、貨物に行ってる。で、ミーティングは奥まで確認してしたいないから、ミーティングは絶対ない。あたさこは無理じゃない。多分メタちゃんか。もうメタちゃんも無理そうだと思う、だいぶ。うん、石付近でしたっけ。はい、見たの。キッチンから石一緒に行って。うん、カメラ一緒見てます。どうだった？アーカイブにサントスさんいたかな。合ってまーす。ぐらいしか見えてないです。一周パパッとして、それだけです。はいはい。あ、拓也です。原産所定エンジン脇で、配線タスクをやって、うん、おそらく右に抜けてってるんじゃないかなと思います。左側に来てない。で、拓也から一方的に伊豆さんはキル1台と思ってます。はい。お、あ、じゃあ実時点で多分メイヤさんも白かな。まあ俺はハトサコ多分無理っていう。あ、うん、そっちは無理そう。そう、メイヤさんがセキュテープタスクやってるとこ見て、僕テープタスク始めたから、うんうん、その2人最後見てます。僕三島さんとどこで別れたんだっけ。別れた、え、合流じゃない、わかんないけど。あ、その合流したのがアーカイブぐらいじゃないですか。はいはいはい、はい、で、そっからシャワーメインみたいな感じで どこで別れたんだっけ。メインの私が配線しに行って、その後、プテさんが左だから7秒8秒前くらいに解散してる。あ、まあ基本3と3はないかなと思うのが、貨物で僕が給油して上に行くときにラウン、貨物の上ぐらいから、来るガミさんとすれ違って、ガミさんは下る側に行ってるように見えたけど、全然ガミさん金庫とかはある、うん、で僕その後ラウンジアーカイブって言った時に3と3と会って、シャワーメインエンジンの通路の上で終わり。
客屋さんが言ってることが本当だった場合って原産ってエレキに行くはずなんですよね。僕がアーカイブ車はメインエンジン建築車って言ってるから、いや原産エレキないと思う。さっきのターンエレキ来てるはずやから。いやそうで、僕もそのさっきのターンエレキで原産見てるから、客屋さん言ってることが変だなって思う。あ、エンジンルームから右とは言ったけど、宿舎前の方に行ってる可能性は全然あります。あくまで宿舎前に来てた場合は金庫でしか死んでない、僕がミーティング全部見てるから。白取れる人もう一回聞いていい？目はためた。はためた。あ、伊豆さんも、伊豆さんも無理だ。タクヤからは出せます。ネロちゃん、え、それニキル無理っていう話なの？伊豆さんはニキル無理だと思う。基本ポテトスに一はいると思う。ゲンさんエンジン脇に関しては見てる。え、サントさん僕あんまないと思ってるんだよな。うん、あら、あら、最悪だ。見てる、見てる。31秒だから、もう見合ってる人全員しろ。あ、ごめんなさい。死人もあります、ネロちゃん。ミーティング来てます。うん、ネロちゃん絶対エンジンで浮いてる。ほうほう。伊豆ネロで金庫に入って、で、俺がヌーン乗って停電直して、その前にネロちゃんが金庫先に出てるから、ミーティング来てるっていうのは、ミーティング の中に最後いるっていう人？そこまでは分かんないですけど、停電になる直前ぐらいにネロちゃんがミーティング上がってきてて、僕はミーティング下側でずっとボタン待機してました。僕が上にいるのも知ってるよね。あ、それは見えてないです。停電中だったんで。僕がミーティングにいるし、僕は上、拓也さんが下側から押してるのは僕は知っていて、僕はネロちゃんを見てない。まあさっきのキルで考えてネロちゃんが死ぬんだったら、プテ目線でサントスさんが厳しそうだったらプテぐらいしかいないんじゃない？あとサントスさんはもう僕、さっきのボタンからあんま疑ってないか、33秒ボタンまで。このターンも否定できる、俺から。あ、本当、あ、一応停電私左側2番目と真ん中見てるんで、ああってます。それで弾かれそうかなと思ったけど、あれでも右にあったから多分伊豆の言ってることも本当だ、うん、あ、よかった。停電中にエンジンルーム担当さんが左行くの見てるから大丈夫。はい、これどうしよう。僕視点で担当さんが無理かなと思ったのは、貨物で下側に行くガミさんを見た後にラウンジアーカイブで会ってシャワーメインで分かれてエンジンで終わりだから、ガミさんがエレキに行ってる場合にメインから下ってるんだったらできるんだけど、エレキって2人ぐらい人いたんでしょ、あれ最終最後は僕います。なんか畑坂メイヤーメロちゃんも上がってってるエレキから。いや、そうだよね、ゲンさんは平和ボタンの日に5人くらいエレキいた中にいたんだよな。で、勝ちは絶対やってて、うん、絶対そう、うん、やってたやってた。もう畑さんどこか見そうだよね、エレキに行ってる場合はね。サントスさんがエレキに行く場合はね、まあ、いた場合は4123みたいなところは見てないけど、これどうしよう。ちょっと待ってね。伊豆さんって今日どこにいますか？俺、配電盤。どこの？伊豆さんは配電盤だから、伊豆さんは無理じゃない？無理だ、無理だ。あれはにヌーも見られてる。うんうん、これは、配置してもう一釣りしてほしいけど、対抗わかんねえ。ミーティングに僕視点でいないと思ってる。拓也さんは白でいいと思ってるわ。タクプって二人街じゃないの？これってさ、メイハタが赤メタ白。赤メタがメイハタ白。俺からメイヤさんはどっちもしろ、赤メタワンチャン最後できちゃう。俺だけね、多分原産の方はできちゃうかも。投票できない。あのエレキにいるから。ガミさんってエレキとかだと思うよ、僕最終。そこあんまり疑ってはないけど。あれ、これタクヤさんってマットじゃないの？知らん。知りません。え？あれ？クルーがマットかどうか知ってちゃまずいでしょ。確かにね。タクヤさんクルーなのこれ？タクヤさんでも私の経路とは違う。赤メタが黒猫なのかよ。え、なんかあれ？タクヤさんが伊豆さんに監視を出してたよね。いいね。内包。マットじゃない。うんうん。一応エレキならワンチャンできるかもしれないけど、ネロちゃんも見てない
うん、証言がなかった、原産の証言がなかったのと、うん、初手停電直してるし、2手目サントさんがいいボタンを押した時も確か停電直してるし、停電直したの多分俺だと思うで、さっき、いや、サントさんがいいボタンを押したんです。あ、はいはい、の次もメイヤーさんと一緒に見てる、うん、テンポで、ね、そこはね、そう、あんまり疑ってないのが、本当停電になる前に停電入った場合待機を一緒にやってる人間で、あ、僕これ聞きたいんですけど、赤目旗であの時白取るやつだじゃないですか、最初のやつ、うん、あれって、うん、2キルとも全員お互いに無理って主張でしたっけ。ハタサコはエレキに行ってて、プテが自分の方だったら無理だよ、うんうん、赤目とハタサコが2人ともエレキ側に流れてるっていう証言が出るんだったら無理だよ。伊豆さんがだって最後責任来てんでしょ。そうそうそう、あ、だから僕視点で そこが白取れるんやったらめっちゃ盤面楽やなと思って、基本タクヤさんが強靭っぽく見えてるから、まあまあ、ローローもありえるかな。でもさ、まあ、タックさんとそこになるかな。二人外だったらさ、ミーティングでさ、うん、あの、まあ、キルした瞬間にボタンでしょ、どっちがどっちであろうが、うんうん、31秒なんだよ、あなた。あ、見合わなかったパターン、いや、みたいな感じ。あ、いや、てか証言出さ、証言出さなくないですか、僕がわざわざネロちゃん。でも僕はそこ二人外ないかな。あ、そうなんだ。あ、でもただアルマさんが言ってた、そのゲンさんが右エンジンから右に行ったパターンがあんまり想像つかない。それも、うん、それが分からない。分からないんですけど、でも、エンジン脇は見られてますよね。で、畑迫さんが、うんうん、コックピットに一緒に入ってて、武器庫にめちゃくちゃ人いたと思ってて、ゲンさんって後入りしてないですよね。そんないないよ、武器庫行ってんの。赤目田さん、いや、赤目田さんとかもいたはずです。赤目田メイヤが初動武器庫かな、多分、うん。で、その後、畑迫さんも伊豆さんも来てるはずなんで。そうそうそう、まあ、それは合ってる。うん、だから多分ゲンさん見られてない。対抗にならないのはちょっと変なんだよな。うん、左で、でも左側にさ、ゲンさんいて、初動いて、エレキ行ってないっていうか、宿舎の方にも、まあ、金庫ぐらいしかないんでしょ。どっちにせよ左にいた人物でできなくない。お前、サントスさんさっきも白もらってましたよね。赤目さっきもらってました。配電盤白、配電盤白。うん。うん、じゃあもう、タクプテしかないんだよな、キルできる人は。うん。まあ、様でろしますか。まあ一応た自投票します。伊豆さんは絶対できないっていうのは僕視点書いておきます。2キル多分無理です。初手でかすぎーな。結果論めちゃくちゃ良くなった。結果論クソいい。これはありゃりゃ、なるほど、わかんないな。これ拓也さんなんでクルーなの。え、嘘でしょ。ちょっと待って、もう拓也さんがマットだって思って目の前で切ったら痛いよって言われて慣れたわ。あ、よかったわ。よかった。でも相方が伊豆さんです。え、うん、え、マジだからやったーと思ってやるぞーって思ったら、あ、えぐい。あ、マジか。え、どう切ったんだ。じゃあでもこれ拓也さんがインポスター置きされたら伊豆さん黒になっちゃうから。確かに、まあ、そうね。そうですね、そっちで落とほしいな。顔面的にはえ、伊豆さんどう切ったんだ。武器工具です。え、おわー、アルマ死ぬんだ。アルマ死ぬの楽だ。アルマエンジンメイン間ですれ違ってメインの方行ってる。おお。が、10秒、いや、10から15秒前ぐらい。僕がシャワーのタオルタスクを入れ終わって暗室に行こうとして今シャワーからメイン入ったぐらいだから、メインからシャワーには来てなさそうか。メインの小部屋エレキって感じですよ。エレキはないと思う。あれもエレキない、うん、エレキない。私がずっとエレキいるからエレキない。伊豆さんってミーティング奥まで見てる？あ、見てない。ああ、そうだよね。宿舎の下の扉開けて金庫の左の扉閉まってるの見て上がったぐらい。え、ほんと？ん？多分金庫の扉閉まってんじゃないかな。左右開いてるか。あ、どっちだっけ。まあ、どっちみち宿舎の下の扉は右は開いてたでしょ。右は絶対開いてる。あ、ね、多分左右は開いてるはず。俺が開けてると思うから。あー、むずい。え、誰かできる？え、意味わかんないんだけど、盤面が。え、なんか基本メハタメタの初手のミスがないんやったら伊豆サントスですけど、で俺は一応拓也さんから資料もらってるから消去でサントスさんになってほしい。その場合ってプテさんクルーの伊豆拓也あんまない、うん、あ、なんかプテさんクルーもあんまおぽくないかなと思って。で、赤メタマットかな、うん、赤メタマットのサントスインポスターかな。俺マットある。いや、私赤メタマットめちゃくちゃあるよ。だってキッチンの上で結構怪しい動きしてるなと思ったもんな。
ちなみに赤豚さんがマットとマット関係なく私はローになる可能性ありますよ、自分で言うのはあれだけど。あんまそこ、うん、まあ、単ローは全然みんなあり得るから。違う違う違う、赤豚さん、赤豚が、うん、カメラ情報でサントスさんがアーカイブにいるっていうのを出してる時点で、サントスさんは原作のキュウリには関われない人物になるから、アルマがね、メインから言ってるから。だから、うん、赤メタがマットで、サントスさんがアーカイブにいるっていう証言が嘘ぐらいじゃないとサントスさんは切れないと思うよ。ああ、で赤メタは切るができない人物だから、うん、だから拓也さんのミスで伊豆さんが左で切ってるか、うん、赤メタマットのサントスインポさんどっちかじゃない、うん、あ別にその、うん、あカメラ情報なくても私、まあ俺としてはどっちみちで拓だったら僕拓也さんの方が白かなと思ってるから割とまあ任せます。畑目メタのその三種は別に痛かった。ありがとう。キルはむずいよ。ありがとうね、うん。だからキルはできないから。噛み合ったね。マットとさんかなっていう。多分これどうなる。噛み合ったね。と思うけど、マットいないことにかけてください。お願いします。拓也さんの情報がありがとうって感じです。これはもう本当に噛み合った。ぐしゃ。あらら。いやナイスですわ。初手停電中に切ったってことですか、伊豆さん。わかりません。停電中というか、まあ私がそもそも右に流れてないんですよ。高橋さん視点そう見えたかもしれないんで。これ誰が侵害？うん。歪めた。コミュダウンロードやって、あそっち行ったか。ぐらいで死んだかな。歪めた。リアクション的にプテっておるこれ。いや。うん、いや。なんだその反応。うん、またそこ欲しいのそうだよな。じゃあメイヤさんに投票で、まあ、おい赤目玉マットか、うん、まあ、そうだよな。じゃないと伊豆さんでじゃあ原産の場所が意味わかんないもんな。原産どこだろう。原産はコミュー通路っすね。そんな左だったんだ。いや普通に左にいたからね、うん、普通に左にいましたね。うん、なるほど。はい、まあまあまあ、あ、じゃあ伊豆メタプテか。いやこれ無理やな。いや、うん、これ無理だ。無理伊豆さんいつの間に切ったのかは全然分かんなかった。気づいたらもう石油いったんで、武器下4丁一緒に拓也さんとしまったタイミングで、うんうん、上上がって源さん込みで切ってすぐに石油いってる感じ、ね、やばすぎ。なるほど。拓也さんマット OK っつってミーティングで切ったら死人出されて死人出されてあれそうよ。だから切ったんか。そう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 。でもまあ俺さん白出したらそう見えます、ね、いやそうも全然、まあ、そうだよ。いや俺はメタちゃんとナイツ終わってたから、うん、あ初手ターンメタちゃん殺しそうになったから。あそうベント逃げてね。あなるほど。でもまあそれがなんかこうそうしたわね。貨物にもしたやつ気持ちなさが、うん、そうだね。確かに